ビリーブ・レムナーは、スコットランド出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは MF。スコットランドでサッカーを学び、当初は、チェルシーへの入団を目指したが、身長が小さすぎるとの理由から入団を果たせなかった。1959年、17歳で、リーズ・ユナイテッドにスカウトされ入団、プロ選手としてのキャリアを開始した。 ドンレビィの下で1966年から首相を務めるようになると強烈なリーダーシップと闘争心でチームを牽引。驚異的なスタミナと優れたパスセンス、相手に競り負けない屈強な肉体を合わせ持ち、1960年代中盤から1970年代初頭のリーズの中盤を支えた。彼は激しい闘志の性格の持ち主であり、当時ダーティー リーズと呼ばれるほど反則、激しい衝突が多かったリーズの象徴といえる選手で、ブレムナーは対戦相手に強烈な爪痕を残し、チームメイトのノーマンハンターらと並びたびたび警告の対象となっていた。1967から68シーズンにはフットボールリーグカップ優勝、翌1968から69シーズンにはリーグ初優勝に貢献した。 その後も1971年に FA カップ優勝、1974年に2度目のリーグ優勝に貢献するなど、1959年から1976年までの在籍期間にリーグ通算587試合出場90得点を記録した。国際試合においてもインターシティーズ・フェアーズカップ優勝2回、1973年の UEFA。 カップウィナーズカップ準優勝、1975年の UEFA チャンピオンズカップ準優勝に貢献した。リーズユナイテッド監督のレビィがイングランド代表監督を務めるため対談すると、リーズ内部に内紛が起こり、1976年にブレムナーもリーズを去る。同年ハルシティに移籍、1979年にはドンカスター・ローバーズでプレーを続け、 1981年に現役を引退した。スコットランド代表としては、1965年に代表デビュー。首相として1974年の FIFA ワールドカップ西ドイツ大会に出場した。ブレムナーは1976年に代表から、シリぞまで国際 A マッチ54試合に出場し3得点を記録した。引退後は指導者の道へ進み。 ドンカスターで7年間監督を務め、1985年には低迷していたフルスリーズの監督に就任するが、トップディビジョンへの復帰は果たせず、1989年には、再度ドンカスターの監督に就任した。1997年12月7日に、心筋梗塞により死去54歳没。打つ。生前の功績が認められ、2004年にイングランドサッカー殿堂入りを果たした。 2006年12月9日、選手時代に多くの成功を収めたリーズユナイテッドのホームスタジアムエランドロードの正面通りにブレムナーの銅像が建てられた。銅像前はリーズファンにとっての聖域となっている。ありがとうございます。